は非常に大事なものであります。あれですけど、幸い他の県と比べて一人目に会う回数が明らかに少ないで、少ないだけにいざ何かがあったときに我々のこの備えというものはどうしてもおろそかになりがちであります。変な話、一番の訓練はその実際の、起きたことでありますので、シミュレーションはあくまでシミュレーションにしかならないけれども、その訓練を怠っているといざという時に守れる命が守れない、この助けられる人を助けられないということになります。私はずっと訓練をできるだけ実践に近い形にしてほしいということをお願いをしています。今回もこのヘリを多数飛ばしていただき、実践に近い形での通信訓練をさせていただき、その他今回ドローンを使ってのこの要救護者の派遣ということもさせていただきました。この少しずつ本当に起きたことに近い訓練をこれからも続けていきたいと思います。あの皆さん方大変だと思いますけれども、準備が良かったおかげで非常にいい訓練になったと思います。本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。訓練参加期間気をつけ気をつけ訓練当館に対して敬礼敬礼。震度6強の地震です。流れ訓練当館降壇願います。参加機関を代表して訓練実施本部長の大森渡辺市長が挨拶いたします。訓練実施本部長降壇願います。訓練実施本部長に敬礼。流れ訓練実施本部長挨拶休めください。休め。今日はこの防災訓練に参加いただきましてありがとうございました。震度6強の地震です。私は今日朝岡山市役所で防災の、発災した直後で何をしたかという訓練をさせていただきました、そして小学校に少し知事もおっしゃっておられましたけれども、実際上ですね、起こったとき、災害が起こったときは、相当混乱をいたします。しかしながら、訓練で、これは一本の筋として、線として体に残っています。それが起こった時の混乱を最小限震度6強の地震です。していくというものになっていくだろうというふうに思います。私も国の方で防災の責任者の一人をやらせていただきました。防災訓練も何度も何度もやり、と思われる方も多いんじゃないかと思いますが、実際に起こったときは良かったんじゃないかなと思います。もちろんそういう本当の災害が起こらないようにしたことはないんですけれども、こちらの対応ということでよろしくお願いをいたします。これからも関係機関が連携を密にして対策に備えるということをお願いしていただきたいというように思います。これからもよろしくお願い申し上げます。訓練参加期間、気をつけ。気をつけ。訓練実施本部長に対して、訓練実施本部長、降壇願います。これをもちまして、平成29年度、
総合防災訓練の訓練報告式を終了します。訓練等間訓練実施本部長が退場されます。訓練参加期間はそのままでしばらくお待ちください。